江戸時代の終わり、慶応4年の今日、新選組の隊長近藤勇が板橋の刑場で首をはねられ、35歳の若い生涯を終えています。とにかく強かったそうですからね。ほら、この顔を見ただけでわかりますよね。この人は調布の生まれで、幼い頃から剣術を習い、その筋の良さを認められて天然李心流の四代目を継ぎました。ほら、この極意書にも名前が出ているでしょ。これは彼の愛用した木刀ですが、これで稽古をしてたんでしょうね。近藤勇と名前を聞いただけで京の町の人は震え上がったといいますが、鉄刀鉄尾、幕府のために命を捧げて生きた近藤勇も時の流れには逆らうことができず、最後には逆賊としてついに首をはねられてしまいましたね。今は三鷹の龍源寺に静かに眠っています。